ハウディ、ドクターセラです。10月1日になりましたね。毎月の予定公開の動画でございます。はい、10月1日になりました。毎月1日になるとこうして僕は、皆様に撮影予定を告知しております。というわけで10月の撮影予定告知からいきましょうかね。10月はですね、10月11日から13日、水木金と3日間、ユニバーサルスタジオジャパンに、また来てもお邪魔しようと思っております。はい、11、12、13ですね。で、11と12に関しては、ゲストが来ておりまして、まあ、いつものようにルリちゃんが、ね、僕と一緒にユニバーサルスタジオジャパンに、遊びに来るということになっております。はい、まあ、詳しい、時間場所等は、どうぞこの後公開する有料動画の方でご覧いただくようにお願いいたしますね。はい、で、さらにですね、10月の16日月曜日ユニバーサルスタジオジャパンです14、15の土日で岡山で仕事があるんですよ。なのでくっつけてみましたユニバーサルスタジオに来て岡山で仕事をして、で帰ってきてユニバーサルスタジオでもう一日遊ぶというね。10月はまあなんだろう、先月に言った通り、相当攻めて、ハロウィンを楽しむつもり満々です。はい、で、その後なんですけど、10月はディズニーのハロウィンももちろん行きます。はい、10月25日水曜日、はい、こちらが東京ディズニーランド、でございます。はい、ランドでございますよ。ハロウィンの撮影を予定してございます。まあといってもね、まだ何を撮るか全然決めていませんが、大体いつもこんな感じだからね、何撮るかは直前に決めます。で26日、ディズニーシーです。2で2日間行きますよ、連続で、ね。で25日ディズニーランド、26日ディズニーシーという形になります。でそうだな、いつだったかな、ライブで話をしていたんですが、ここで改めて告知をさせていただきます。先ほど何を撮るかね、決めてないなんて言いましたけど、実は1個だけ具体的に決めてるのがありまして、はい、25日の、ディズニーランドでの撮影の際にですね、スターウォーズ、ね、スターウォーズ系、特に、反乱軍側、帝国に仇を成した人間の、衣装で、仮装が OK の、ね、時期ですから、帝国に仇を成した人間の衣装で、一緒にスターツアーズに乗ってくれるという方募集します。はい、僕が着る衣装が、スターウォーズローグワンの、反乱軍の要の人間だった、ね、最後爆死しましたけど彼は、チアルート・イムウェね、ドニー・イェン演じた僧侶ですね、チアルート・イムウェ、これを、やるつもりでございます。で、なんでスターツアーズに、ね、反乱軍のコスプレでみんな乗るのっていうところなんですけども、スターツアーズに乗るとランダムで1人、反乱軍のスパイが乗っているって選出されるんです。そのスパイに選出されるまでちょっと乗り続けてみようかなということって、で僕1人だと、信憑性がないっていうかね、僕がどんだけ選ばれたって言っても、ね、言えばそうなっちゃうでしょって思うじゃないですか皆さん。だからそれを証明してもらう人がちょっと欲しいなと思ったんで、一緒に乗ってくれる方は募集してございます。はい、我こそはと思う方いらっしゃいましたら、説明欄の方に、Twitter の ID を書いておきますので、そちらから、私に、アクセスをお願いいたします。DM でも、リプライでも構いません。何か一言、言っていただければと思います。グッドなのはあなたが、コスプレをしたその全身の写真、ね、この衣装でいきますよっていう全身写真も添えて一言いただければ非常に助かります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで以上、これが10月の、予定告知でございました。詳細は、なんだ、スターツアーズ関連の方以外には、有料動画でということになりますので、あらかじめご了承ください。はい、で11月でございます。11月の予定なんですけど、何も考えてないっていう感じではあるんですが、
11月9日木曜日、はい、11月9日木曜日ディズニーランドでクリスマス時期の、撮影に挑んでみようと思います。8日がクリスマスの最初の日なんですよ。そこは初日初回マニアが退去してお知らせする日なんで、そこをあえて外しまして11月9日に してみました。9日ディズニーランドでございます。はい、まあ、これも詳細はね、まあ、また来月ということになると思いますが、とりあえず 日取りはもう決めました。11月の9日東京ディズニーランド、クリスマス撮影でございます。そして、ユニバーサルスタジオジャパンのクリスマスも当然来ます。はい、11月14、15の2日間、はい、14、15の2日間でございます。で、これはですね、私の親と一緒に、ね、上海に一緒に行った母親でございますと一緒に、ユニバーサルスタジオのクリスマス、シーズンが、見たいと言っていたので、まあ、親孝行の一環としてね、一緒に見に行こうかなという次第でございます。それが、11月の予定になりますかね。はい、で、ここからはおまけ情報です。12月の予定、ね、めったに3ヶ月先まで予定を告知することはないんですが、12月の予定です。これはもう去年から決まってます。はい、12月24日日曜日、激込みだ東京ディズニーシーです。はい、12月24日月曜日東京ディズニーシー、ティディ・ルーズベルトラウンジに、これはねもう皆様への、感謝祭みたいな意味も、ね、ファン感謝デーみたいな、俺勝手にね俺の中で決めてはいるんで、ファンミーティング、ファンオフ会みたいな感じになってておきたいなと、してみたいなということも込めて、いつもは詳細な情報を有料動画で告知していますが、この日に限っては、無料で皆さんに告知したいと思います。というわけで12月24日日曜日、午後3時、15時、はい、ティディ・ルーズベルトラウンジ、東京ディズニーシーの、ティディ・ルーズベルトラウンジで、クリスマス会、ね、ただこれは、別に許可を取ってるわけではございませんので、多数人が来ちゃった場合、まあ、具体的に言うと6人以上、僕を含めてね、6人以上の人が来てしまった場合は場所を変更する可能性もありますが、まあ、どちらにせよ12月24日日曜日午後3時にティディ・ルーズベルトラウンジのあたりに来ていただいて、まあ、一緒にね、ルーズベルトラウンジ入ってお食事会兼ねての親睦会という形を取ろうと思っております。のでぜひねご予定合う方いらっしゃいましたら、また、ね、予定空けてるよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひこの日この時間帯、一緒に集まってくださいますようお願いいたします。はい、というわけで告知動画でございました。10月、11月、そしておまけで12月までの情報でしたね。はい、皆様のご予定はいかがでしょうか。会う方いらっしゃいましたら、撮影見学はどしどし募集しております。撮影中でも構いません。見つけたら声かけていただいて構いませんので、よろしくお願いしますね。あ、そうそう、声をかける際にはぜひ皆さんハウディという挨拶とともに、よろしければ、YouTube で使用しているスクリーンネームを一緒に、言っていただけると私、認識できますので、よろしくお願いします。というわけで以上、ドクタースラがお送りいたしました。10月、11月、12月の予定公開でございました。ではまた来月の予定公開でお会いいたしましょう。さよなら。